王子ホールディングス株式会社は王子製紙などの企業を参加に持つ王子グループの持ち株会社である。売上高ベースでは日本国内における製紙業界では作用手、三井グループと第一関元グループに属する。2012年10月に王子製紙の社名変更により発足。これに合わせて会社分割により事業部門を 王子製紙をはじめとする子会社へ一貫し、王子グループは純粋持ち株会社体制に移行した。2012年10月、経営の効率化、各事業における経営責任の明確化及び意思決定の迅速化を推進することを目的に、王子製紙グループは純粋持ち株会社制に移行した。持ち株会社制への再編の際、王子製紙株式会社が 事業部門を会社分割で切り離した上で、王子ホールディングス株式会社に社名を変更する形をとった。会社設立は1949年8月であり、王子製紙の継承会社の一つ、苫小牧製紙として発足。その後、王子製紙工業、王子製紙新王子聖子、王子製紙,王子,製紙王子ホールディングスと社名は推移した。売上高は、 1> 約1兆3400億円。2013年の紙、パルプ関連売上高を基準とすると、紙パルプ業界において、日本国内首位、世界でも、第6位の規模を持つ。製紙各社の大まかな合併図当社は1949年8月1日、過度経済力集中排除法に基づいて解体された、王子製紙の後継会社の一つとして、 トマコマイ製紙株式会社の社名で設立された。社名の通り、初代王子製紙が運営していたトマコマイ工場を継承し、拠点とした。工場は一箇所のみであるが、複数工場を継承した他の後継会社、十条製紙、本州製紙よりも生産量は多く、生産量で、発足時より国内トップの製紙会社であった。当時の主力製品は、 新聞用紙である。この一社一工場、単一品種生産という体制は経営の面から問題視され、会社設立当初から本州に第二の拠点建設が計画された。工場用地として選ばれたのは、愛知県春日井市の陸軍造兵省、鳥居松製造所跡地で、1952年に春日井工場として創業を開始した。新工場ではめ用紙、 ついで上質紙などの印刷用紙の生産を開始する。1962年には、渡航紙部門に参入した。カスガ工場建設中の1952年6月、財閥商号使用禁止等の政令の廃止を受けて、王子製紙工業株式会社に社名を変更した。工業を付したのは、初代王子製紙が、生産会社として存続していたためだが、1960年11月に、 同社が生産事務を集結させたため同年12月、工業を外して、王子製紙株式会社に社名を変更した。1968年3月、初代王子製紙の後継会社である、王子製紙、本州製紙、十条製紙の3社は、合併覚書に調印し、合併を発表した。原料構成品安という構造不況からの脱却。 資本自由化の流れの中での国際競争力の強化を目的とした大型合併であったが、公正取引委員会が合併否認に動くと見られたため、同年9月公取への事前審査を取り下げた。事前審査取り下げの後も合併へ向けた動きを続けると発表していたが、結局合併が実現することはなかった。三社の合併が達成できずに終結した後、王子製紙は、 業務提携を推進した。まず1968年、旧王子系の北日本製紙と提携。ついで1971年、中越パルプ工業と提携。1974年には、旧王子系の日本パルプ工業と共同で、白板紙の事業を立ち上げた。このうち北日本製紙とは、業務提携から合併へと進み、1970年同社と合併した。 この時期の既存工場では、カスガイ工場において、ティッシュペーパー、ネピアの生産が開始されている。オイルショック後の1979年3月、提携していた日本パルプ工業と合併した。合併により工場配置が全国的になること、低負荷価値品の比率が高い王子製紙と高負荷価値品の比率が高い日本パルプ工業が合併すると幅広いラインナップにより、 経営体質の強化を図ることができる、などを合併の理由に挙げている。工場は、日南工場と米子工場が追加され、既存の苫小牧、春日井工場や江別工場と合わせて、敬語工場となった。1984年、東洋パルプに、資本参加指導者の再建を引き受けることになった。最終的に累積欠損の解消に至ったが、経営強化には、 合併が必要と判断されたことから1989年4月、王子製紙は東洋パルプと合併した。合併により、呉工場が加わり、経6工場に増加した。1993年10月、業界第8位で旧王子製紙から独立した経緯を持つ製紙会社、神崎製紙と合併した。幅広い製品を手掛ける王子製紙と、 高負荷価値主体の神崎製紙が合併すると、相互保完により、企業体質強化を図ることができるといった理由を挙げている。合併に伴い、新大子製紙株式会社に社名を変更した。合併で、神崎工場と富岡工場が加わり、計8工場に増加。新会社は、同年4月に、業界第3位の十上製紙と、 第5位の産業国策パルプが合併して発足した日本製紙に次ぐ売上高ベースで業界2位の製紙会社となった。その3年後の1996年10月、今度は業界第3位の本州製紙と合併した。新王子製紙が主力とする用紙と本州製紙が主力とする板紙の需要変動は必ずしも一致しないため経営リスクが分散できること、その他にも 国際競争力の強化、取引先との価格交渉力の強化、といった点を合併の効果として挙げている。合併に伴い、社名を新王子製紙から王子製紙株式会社に服した。また、日本製紙を上回り再び国内トップの製紙会社に復帰した。合併で、釧路工場、富士工場など、計10カ所の製紙工場が追加された。 本州製紙との合併により、段ボールを生産する、計23カ所の段ボール事業部を、同社から継承した。しかしこれら段ボール事業部は1998年、関東王子段ボールをはじめとする、地域別の新会社7社に分離した。この時、段ボール事業本部は当社に残ったままであったが、2001年段ボール7社と王子製紙パッケージングカンパニーを統合して、 王子コンテナーが発足した。王子製紙は1998年段、ボールメーカーの千代田コンテナーに資本参加していたが、王子コンテナーと千代田コンテナーは2005年に合併し、王子千代田コンテナーとなった。また同年同じく段ボールメーカーの森修行グループを参加に収めている。段ボール事業と同様に、合併により式加工事業も加わった。 同事業については1999年、生産拠点であった富士加工事業所を分離して、新会社を設立、さらに同年、旧本州製紙産科の式メーカーと、この新会社、及び王子製紙の販売部門を統合して、王子パッケージングを発足させた。本州製紙から継承した段ボール原子部門については、まず2001年に、 グループのメーカー3社と共同で、共同販売会社の王子板紙を立ち上げた。続いて、翌2002年、王子板紙とこれらのグループ会社、それに王子製紙の段ボール原子製造部門を統合して、製版を一元化した王子板紙が発足した。家庭用紙部門については、本州製紙系列であった、ホォクシーが参加に加わっていた。2003年、 製版一元化を目的に、王子製紙の家庭用紙製造部門と北ーを家庭用紙販売会社のネピアに統合し、王子ネピアを発足させた。特殊紙、フィルム部門については、2004年王子製紙の同部門を、子会社の富士製紙に統合、王子特殊紙を発足させた。2006年7月、王子製紙、篠田和久社長は、業界行位の北越製紙との経営統合を目指す。 方針を発表した。同社を参加とし、生産力強化を図るためで、8月中旬から、同社の株式50.1%取得を目指して、株式公開買付けを実施するとした。しかし、北越製紙は、王子製紙の経営統合提案を拒否、三菱商事からの出資を受け入れて、三菱商事グループに入ると発表した。三菱商事は、 当初から TOB に応じない方針を表明、さらに TOB 阻止を目的に、業界2位の日本製紙グループ本社も、北越製紙の株式約9%を取得した。その結果、王子製紙は、北越製紙への TOB 成立が困難と判断、8月末に、北越製紙との経営統合断念を発表するに至った。 1985年のプラザ合意によるエンダカドルヤスを背景に本格的な国外進出が始まった。1988年、カナダの製材会社であるキャンフォートゴベンでハウサウンドパルプペーパーを設立。HSPP は西海岸ブリティッシュコロンビア州にパルプから一貫製造する新聞用紙工場を建設し、1991年から 日本へ向けて新聞用紙を輸出した。なお、HSPP の株式は2001年同社へ売却を決定しており、現在は参加ではない。神崎製紙との合併により、同社が1986年アメリカ合衆国に設立した神崎スペシャルティペーパーズと、1990年ドイツに設立した神山スペシャルパピエールの関熱紙メーカーが、 海外事業に加わった。情報用紙部門ではこれらのほかノーカーボン市生産で、タイの関連市事業はアジア進出第1号であったが、ついで段ボールの生産で1997年、中国に1999年ベトナムに進出した。2002年、プロクターギャンブルグループから中国蘇州市のティッシュペーパーを生産する製紙会社を買収した。同社は、 王子製紙にとって中国での製紙工場の第一号となった。翌2003年、中国南通市での大型製紙工場の建設、及び2006年の生産開始を発表する。この南通プロジェクトを担当するチャンス王子製紙、有限講師の設立は4年後の2007年に、遅れたが2010年末に工場は創業を開始した。同じく2010年、 マレーシア最大の板紙、ダンボールメーカーである GS ペーパーパッケージングを買収、参加に収めた。2011年11月王子製紙は、各事業における権限と責任を、明確化し、意思決定を迅速化することを目的として、従来の事業持ち株会社体制から、純粋持ち株会社体制に移行すると発表した。前日の通り、王子製紙では板紙、 家庭用紙、特殊紙などの部門は事業主会社として参加に置き、新聞用紙や印刷、情報用紙部門を王子製紙本体で手掛ける体制をとっていた。しかし自社で手掛ける事業が日本国内の需要減少で苦戦が続いていることから、この事業も事業主会社に移管し、経営判断を迅速化して収益改善を目指すこととなった。 純粋持ち株会社制への移行は2012年10月1日付で実施され、王子製紙が王子ホールディングスに社名を変更するとともに、下に示すように、会社分割により、事業部門及び一部の関節部門を事業主会社へ移管する再編を行った。再編に合わせて、一部の子会社でも社名が変更された。純粋持ち株会社である王子ホールディングスは、 生産拠点を持たないが、トマコ小イ製紙時代から、純粋持ち株会社制への移行直前までの生産拠点をここで一括して示す。王子ホールディングス1号館本社は、東京都中央区銀座4丁目7-5に位置する。他にも、1号館と称するビルが、銀座5丁目12-8に存在する。1号館は、1996年に合併した。 本州制紙の本社ビルを合併後に改装したものである。王子ホールディングスは2013年時点で東京証券取引所市場第一部に株式を上場している。1949年12月に上場を開始した。かつては以下の証券取引所にも上場しており、当証を含めて国内8カ所で上場していた。ありがとうございます。